内閣官房長官は日本の内閣官房の長官。現任は第84内閣統括の部。内閣官房長官の一覧については歴代の内閣官房長官を参照。内閣官房の入居する内閣府庁舎内閣官房長官が執務を取る総理大臣官邸内閣官房長官は内閣官房の事務を統括し、処部の職員の副務につき、 これを尊くする。国務大臣をもって当てる。内閣官房の事務は行政府のほぼすべての領域に及びうるため、それを統括する官房長官の職務も極めて後半に渡りうる。今日の官房長官が果たしている特に重要な機能として以下のようなものが挙げられる。内閣の所案権について行政各部の調整役、同じく所案権について 国会各会派との調整役。内閣の取り扱う重要事項や様々な事態に対する政府としての公式見解などを発表する政府報道官としての役割。執務室は総理大臣官邸5階にあり、特別職の国家公務員である国務大臣秘書官1人が割り当てられているほか、各省庁からの出向者が秘書官事務取り扱いとして複数名割り当てられる。 また希望に応じて、特別職の大臣補佐官一人を補佐に当たらせることができる。閣議では、進行係を務める。このほか、大臣委員会及び特命担当大臣の、所掌部署を除く、内閣府の事務の総括整理も担当することとされており、具体的には、大臣官房、将軍局、迎賓館、官民人材交流センター、最終職等監視委員会、 国際平和協力本部、区内庁、厚生取引委員会などを所管する。総理大臣官邸の敷地内に官房長官皇邸が2002年3月から設置されており、緊急事態が発生した場合に官房長官が宿泊して迅速に対応する場合等に活用してきた例はあるが常住施設としては使われたことがない。マスコミ報道等では、 内閣総理大臣と並んで国民に対する露出度が高い大事なポストであり、実務的にも中央省庁の再編やその後蓄次進んでいった官邸機能の強化によって権限がその都度強まっている。重大な懸案の解決にあたっては官房長官の調整能力が政治を分けるとされ内閣のようと言われる。現憲法下では当初、 天皇の認証対象とならない非認証官であったが、1963年に当時の池田隼人首相が首相の世を受けて大臣に指示するには大臣と同格にする必要があると判断し、第二次池田内閣時代の同年6月11日から認証官となった。それまでは形式上は大臣より格したポストだったのが、ようやくここで完全な大臣待遇となった。以降、 テレビを通じて露出が顕著になり、毎日の記者会見がテレビを通じて伝えられ、政権の顔として話題となっていく。近年はかつてに比べ、中堅よりも重量級の当重鎮が就任するケースが増え、現在では実質的な威嚇ナンバーにとみなされることも多い。将来の首相候補者の登竜門的なポストとして、また小回りの利く実務能力を重視して比較的年、 若い有望株を当てることもあれば、国会や官庁に睨みの利く政策調整能力を重視して、ベテランの大物政治家が就任することもある。いずれにせよ、首相と近い政治家が就任するのが通例である。自由民主党政権の場合は、首相派閥の出身者など首相に近い政治家から任命される事例が多い。報道において、政府首脳という言葉は慣例的に、 内閣官房長官を指す。これは、取材記者との混乱など公式ではない発言などについて用いられる表現である。また、国政の運営上必要な場合、内閣官房法消費を内閣官房長官の判断で支出できる。2000年4月以降は、内閣総理大臣臨時代理予定者を5名指定する慣例があるが、内閣官房長官は、 1> 第1位もしくは第2位に指定されている。内閣官房長官以外の国務大臣が第1位に指定された場合、その国務大臣は副総理と呼ばれるが、内閣官房長官の場合は特に副総理とは呼ばれない。なおそれ以前の内閣総理大臣臨時代理予定者を必ずしも指定しなかった時代において指定されたものは内閣官房長官であっても副総理と呼ばれていた。 外遊を含め出張の多い首相に代わり危機管理を担当するため、1時間以内に官邸入りできる体制が望ましいとされており、東京から離れることがほとんどできない。また、内閣官房長官が東京から離れる場合には、行政府の最高責任者である内閣総理大臣が東京にいることが望ましいとされている。内閣総理大臣と内閣官房長官が同時に、 東京を離れる事態は異例と報道されることがあるが、その場合は内閣官房副長官が東京にいて危機管理を担当することになる。内閣官房長官を補佐する職として次のような感触が置かれている。括弧内は根拠条文、内閣法を法と略称。内閣官房長官は内閣官房の所管する業務に対する国民の 功労に対して内閣官房長官表彰を行っている。これは内閣総理大臣表彰に準ずるもので男女とも同産がや青少年健全育成に関する功労者などに授与されている。また交通安全協会の標語やコンテストなどで内閣官房が共催、講演しているものについては内閣官房長官賞を授与している。また、これ以外に 世界で活躍したオリンピック選手などに内閣官房長官感謝状を贈呈するなどの例もある。内閣官房長官の外遊の例としては、五十嵐光この1994年10月の外遊、野坂か健の1995年9月の外遊、福田康夫の2003年9月の外遊、菅義偉の2015年10月の外遊と2019年5月の 外遊の例がある。主な特別職の職員の給与内閣官房、内閣官房組織等英文名称一覧。内閣官房。2020年10月18日閲覧。ことバンクデジタル大事選聖戦版日本国語大辞典、ハットエビー内閣官房長官とは、金融経済用語集。フィアナンス、衆議院議員。 浅野孝弘くん提出内閣官房長官工程の必要性に関する質問に対する答弁書 ABCDE 制、広志、官房長官側近の政治学朝日新聞出版、朝日選書921、2014年1618ページ、ISBN9 兆7840億2263万216首相も官房長官も、 不在の鑑定異例の事態に懸念も。朝日新聞。https w w w a s a h i c o m sp articles a s m 7 l 4 w 0 0 m 7ルトフック k 0 0 j h t m l レフイコールアンプログイン &gl="1 イコール」。ピコグラム 3jfk が U1」。ワルテフェセンディバイク1ジャックスクキシー3。 p. ジャジスパジンローズ1ドラワックス G3 ハイブルー4、SKZ4L ズンブ QXY3V0、RU42QLFVNW1、イメフイチェウィズットフサンダスゴユーム、首相、官長官不在、指揮体制に感激ない、西村副長官、日本経済新聞。https、www. 日経 .com、アーティクル。 ジャックスムーズ 47439920X10C19A7PP8000。ありがとうございます。